プロデューサーさん、おさんお疲れさ今日の撮影、サクサク進んだねスタッフさんのおでとプロデューサーさんの仕切りのおかげかなうんうんあとはあたしが成長した証とかなーんてあたしはわりと最初っからこれくらいできてなかったプロデューサーさん聞いてる あた私はずっとお気楽に鼻歌「フふフふフッフー」って生きてきたと思うんだけどよしじゃあ回想モードで振り返ろっか昔々、でもないかほんのちょっぴり昔あるところにゆずちゃんという元気で可愛いけど普通の子がいました ゆずちゃんは聖夜にプロデューサーさんと出会って素敵なアイドルになりいろいろあって最高に楽しい日々を送りましたじゃんじゃんてー終わっちゃったいやいやそんなことないもちろんどのお仕事も覚えてるしでも私今を生きてるしうーむアイドルゆずは 最初っからできてたか？気になる。回答編を今度？いいもの持ってきてあげるからお楽しみに。うーん、この頃はまだ前髪が。おやっほー！プロデューサーさんこっち来て来て座って楽にして。私もう楽だから。 ほら見て、ファーストイベント初々しくてかわいいまさにスノーマンがくれたミラクルだったよねプロデューサーさんもそう思うでしょあこれねじゃーん、ゆず特製スペシャルメモリアルアルバムこれがこないだってた回答編だよあたしの歴史がここにある見てると。 一枚一枚に思い出がギュッてしてるよほらこの写真はバドミントン対決した時の一枚ジュース半分こしたよねあとこれお料理バラエティの一枚シャクレポ大変だったー食べる人の役目なんて楽勝だと思ったけど苦い思い出うまい それから、友達ができて友達が仲間になって親友になってった写真たちもこうして見るとあたしって毎回フラフラだなつまり最初からできてなんてなかったけど最高に楽しかったのってプロデューサーさんのおかげじゃん ありがとう